丸山正夫を卒業し、同年12月、不評消委任官、不評第57連帯付となる。1919年11月、陸軍大学校を卒業。参謀本部付勤務、参謀本部員、イギリス出張、イギリス大使館付部官補佐官、参謀本部員、陸大専攻学生、陸大教官、インド中東部官、参謀本部付、参謀本部員、 東南アジア出張、イギリス大使館付部官、参謀本部課長、この絵不評第四連隊長などを経て、1938年7月、陸軍少将に進級。日中戦争に、不評第六旅団長として出征し、武官攻略に従事。この絵師団司令部付、第三独立守備隊長などを歴任し、1941年3月、陸軍中将となった。 太平洋戦争には第二師団長として出征し、バタビア攻略に従事。ガダルカナル島の戦いにおいて、第一次総攻撃の失敗を受けて、ジャワ島守備についていた第二師団が、第二次総攻撃に投入されたが、それも失敗に終わり、1943年2月の撤退まで泥沼の戦闘を継続した。参謀本部付を経て、1944年3月、 予備役に編入された。戦後、戦犯容疑により起訴されたが、1949年12月25日、バタビア裁判で無罪の判決が出された。ありがとうございます。